どうも、鉄仮面ライダー6000です。サトリです。すみません、テスト期間でしたので投稿が遅くなってしまいました。申し訳ございません。なるほど、だからゆっくり動画の投稿ができなかったんだ。まあ、テスト期間なら仕方ないね。さて、それはさておき、今回は、先日トミックスから発売されました、C50 を開封していこうと思います。それじゃあ、早速開けてみよっか。そう。では、毎度ご恒例の開封がてら実写の説明といきましょうか。今回は、私が解説をするわ。C55 は、C51 の置き換えを目的として、1935年から1937年に62両が製造されました。C54 で失敗した膨大枠を採用するなど、より新しい技術を取り入れた機関車でもあります。C55 といえば、優先型と呼ばれる車両が有名ですよね。優先型は、二次型のことであり、後に流れ線のカバーが外されて普通の蒸気機関車になっています。今回紹介するのは二次型ではなく、三次型と呼ばれる、C55 最後のグループとなります。製品では、宗谷本線で活躍していた C55 の末期をモデルとしています。トミックス蒸気は今回が初めてで、どんな走りなのかとても楽しみです。トミックスの蒸気機関車は、デフトケブにウレタンが入っているんだね。あと、これよく見てわかったんだけど、淡水車にもスポーク車輪が標準装備されてるんだ。ケブのウレタンが意外と取りにくい。よし、取れた。デフ側もトロッと。それでは、全体を見てみましょうか。モデルが現役時代ですので、全体的に少し進んだ黒となっていますね。ケブのタブレット受けもきちんと再現されています。顔周りもなかなかいい感じだね。車輪も黒色で引き締まってるわ。非公式側の側面はこんな感じです。加工製品とは異なり、手すりは金属でできてるんだってね。動画では伝わりにくいですが、動輪には、水かきの表現がしっかりとされています。赤の色差しもちゃんとあるね。お、屋根上の明かり取りが開閉するわ。同社の C57 も開閉するんだそうだよ。へえ、そうなんだ。今度は後ろから。この製品では、以前紹介した加藤の C11 と同じく、後部のライトが点灯するみたいだね。本線運用でバック運転があったのかな。営業列車は知らないけど、回送列車ではあったらしいよ。ちなみに、筑豊本線では、営業列車でバック運転があったらしいよ。へえ、そうなのか。床下の構造も加藤とは全然違うね。でも、カプラーポケットは加藤とよく似てるね。さて、いよいよパーツの取り付けに取り掛かろうと思いますが、パーツがたくさん入っているかと思っていましたら、ナンバープレートしか入っていませんでした。なんででしょうか？パーツはどこにあるんだろうね。まあ、とりあえず作業に取り掛かろうと思います。まずは、断水車を用意して、台車を外します。そうしたら、カプラーポケットを取ります。この時点で、勘のいい方ならお気づきでしょうか。カプラーポケットからカプラー本体を取り出します。この際に、バネを飛ばさないように気をつけてくださいね。それから、加藤の CS ナックルを用意します。そして、これらを組み立てると、なんと、ぴったり合うんですよ。あとは、元に戻すだけです。これで、C55 のナックル化が完了しました。これは、C57 とかでもできますので、気になる方はぜひ試してみてください。これで、パーツの取り付けが完了しました。やっぱり、ナンバープレートがあると、すごく引き締まるよね。パーツの個数は、ハイグレード製品ですので、それなりに入っていましたが、ランナーが共通品でしたので、使用したのはほんの少しだけでした。C55 の場合は、ミニリボート配管、信号円管、そして、ATS 車上紙を使用しました。どれも接着剤なしでも取り付けられますが、お好みで接着剤を使用してください。実は、C55 と一緒にこんなものも買ってきました。こちらもカプラー交換をして、一緒に走らせてみたいと思います。それでは、ちょっと準備していきたいと思います。
ということで、C55 の紹介でした。いかがだったでしょうか？個人的に、大満足の製品でした。C57 との姉妹機なだけあって、とてもかっこいい機関車でした。同時発売の客車 Z などと合わせてみるのもおすすめです。北の釜は C55 から始めてみてはいかがでしょうか？それでは、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter のフォローもお願いします。Twitter のアカウントは、当チャンネルの概要欄から、いけますのでよろしくお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。